高層マンションなどが立ち並ぶ東京中央区の晴海地区。東京湾を望むこの閑静な住宅街で、ここ最近意外なものが相次いで見つかっている。ありました、電信柱にキーケースが2つぶら下がっています。さらに、本当だ、あった、3つあった。ここにもありました。歩道橋の柱に2つくくりつけられています。番組スタッフが探しただけで15箇所21個もの謎のキーボックスが発見された。近隣の住人は、いや、最近この辺りでキーボックスがですね、電柱にすごいいっぱいくくりつけられてて、見たことないよ、ある、うん、ないよね、いや、なんかシンプルに怖いというか不気味というか、結局何に使われているかっていうのがあんまりはっきりしない中ではあるので、正直、あんま気持ちいい、いい気持ちはしないですよね。この謎のキーボックス、一体何に使われているのだろうか。おはようございます。おはようございます。この問題の解決に取り組んでいるのが中央区の高橋元気区議。高橋区議は区民からキーボックスの目撃情報を募集し、地図にまとめて状況を公開している。本当に何の目的で設置されているのかわからないキーボックスが結構複数ありますので、歩いて見て回ろうと思っています。ということで謎のキーボックスの捜索を開始。この辺が選手村だったところですよ。はい、全部選手村で、もう選手が入って、東京五輪の選手村跡地を改修した晴海フラッグ。この付近でも多くの謎のキーボックスが発見されているという。多分ここなんですよ。で、これか、これだあったぞ、放置されてますね。さらにあったぞ、よいしょ、鍵が入ってますね。一体誰が何のために放置しているのか。不動産会社の人が内見用に置いておくケースとかもあるんですかね、そういう意味だと。可能性その1、不動産仲介業者が内見者を案内するときに使う。報道のガードレールとかにくくりつけてたら撤去の対象にはなるんですけど、例えばそれをちょっと10メートル動かしてマンションの敷地内に入れてしまったら、行政としては手が出せないので、そういったいたちごっこになってしまう可能性もあると。敷地外の分かりやすいところにキーケースを置いているのは、だいたい中国人のデベロッパー。晴海フラッグはおよそ14倍の当選倍率で話題になったが、最近の調査では3割以上の部屋で住居実態がないことが報告されている。さらにアベマ的が調べたところ、キーボックスは清掃業者、介護、家事手伝いなど管理者が不在の際に出入りできるよう鍵やカードキーを入れておくこともあるのだという。続いて運河沿いでもありました。ありました、運河沿いのフェンスにくくりつけられているキーケースを発見。さらにありましたね。ありました、こじ開けられたか。なるほど、誰かがじゃあ開けたのか。結構工事関係の方が、例えばドアを開けるためにキーボックスをここら辺に置いてたりとかして、でそれももちろんダメなので。可能性その2、工事現場の作業員やリフォーム業者が出入りしている。タワーマンションの建設ラッシュの晴海地区、工事現場や新築マンションのリフォーム業者などが使用している鍵が入っている可能性もあるのだという。さらに捜索を進めていると、発見ありました。ありました、これは民泊感がありますね。可能性その3、
違法民泊説ね。そういう人います結構、なんかそれっぽい人。それっぽい人はよくスーツケースを持ってる人は見ますね。あ、本当ですか。はい、タワマンションの周りは。区の許可を取っていない民泊業者がキーボックスを使用している可能性も考えられるという。特にもうここら辺もホテルが、まあ、あるにはあるんですけど、泊まれる場所がないので需要は高いと思うんですよね。都内で民泊を営む人によると、東京23区内の中で中央区は最も民泊の規制に厳しいと言われている。特にタワーマンションが多い湾岸エリアはご近所トラブルになりやすいため、許可は下りないという。民泊を経営する多くは投資目的で昼間に仕事をしていることを考えると、ゲストを迎える時間に必ずしも立ち会えるとは限らない。そういった場合にキーボックスはよく使う。さらに民泊利用者の多くは海外から来たバックパッカー、同じ国の人が運営している方が話が通じるし、安いので予約しやすい。海外、特に中国の人が日本の物件を購入して投資目的で運用している場合もある。中国の民泊予約サイトで見てみると、勝どき晴海地区の高級タワーマンション、海を眺める部屋、夜景を堪能、花火も見れます。数は少ないが数件発見された。実際に中国のサイトに掲載されているマンション付近に行ってみると、これか、ありますね。ありました。あります。これも同じですね。真偽は不明だが、大通りを挟んだ向かいの通りの木の下に隠すような形でキーボックスが吊るされていた。外国人がオーナーの場合、都や区の条例を知らずに自国内で決済が完了していると、日本の法律では取り締まるのは難しいという。マンションの敷地内にある分にはやっぱりそれはもう管理組合とか自治会が私物として行っているかもしれないですし、まあ、一概に何が悪いかというわけではないとは思うんですけれども、まあ、ただやっぱり許可されていない場所、区道だったり公道とかガードレールの下とか電柱とかにくくりつけるのは少なくともやめましょうと警告して撤去してもらうがまず入り口かなと思ってます。さあ、というわけで晴海地区の謎のキーボックスについて、違法な民泊の可能性も考えられるとのことでしたが、はい、中には鍵やカードキーが入っていて、その目的としてこんなものが考えられるそうです。まあ、仲介業者ですとか清掃、また違法の民泊などなどですね。さあ宮崎さん、はい、どう思われますか、この謎のキーボックス。そうですね、私もあの界隈に住んでた時期がありましたので、で違法民泊っていうのは結構多いんですよね。あ、そうですか。はい、私が住んでたこの隣もおそらくそうだったんじゃないかなっていうところがあって、で知らない人が結構出入りしてるので、はい、そうなってくると近隣住民の方やっぱりね、私も含めてですけどすごい、まあ、不安じゃないですか。そうですね、外国の方が結構来てとかいうのがあったので、うん、でその鍵の受け渡しがやっぱり相当難しいんですよね。うんうん、私もよく民泊使いますけど、はあ、ああいう必ずああいうキーケースに入ってるか、はあ、あと暗証番号で入る場合があると思うんですけど、はいはい、暗証番号のその機械って結構高いので、はあ、だからああいう原始的なやり方をすると安く運用できるというか、なるほど、だからそういうのが結構多いんじゃないかなと思いますね。青山さん、いかがですか。ちょっとね、話は飛躍するかもしれないですけれども、はい、とにかくこの中央区晴海とかね、江東区とかの湾岸のマンションはやはり中国人の方とかがたくさん買ってるケースがまあ想定されるんですよ、相当。はい、でただね、これ実態が全くわからないんですよ。国土交通省とかも全くその統計を取ってなくて、はい、ただ値段ばっかり上がっていて空室が目立つ、はい、そしてこういう民泊も出ているということで、はいはい、やっぱこれね、日本政府はまず調査して、やっぱりそういう売買自体をね、多少規制するとか、はい、それこそ関税をかけるとかね、はい、その外国籍の人に売る場合は、はい、そうしないともうね、東京のマンションってもう普通で1億円ですから、はい、もう本当に普通に買いたい人は買えなくなってるし、こういう問題も多発するという、ちょっとでも待ったなしの課題になってきてるなと、こういうことを一つ見ても思いますよね。もしかしたら海外の人が買って海外の人に、お金をもらって貸してということで、日本には一切
入ってこないっていう。そうですそうです。それで、うん、あの転売して今もうただでさえその売り値よりも圧倒的に上がっちゃってますから、はい、転売目的でやっていて、要は日本人でそこに住みたいって人が買えないようなもうね、はい、値段になっちゃってると、日本人の利益が損なわれているという問題になってると思いますね。なるほどね。松江さん、そのあたりはいかがですか。やっぱり中国人の金持ちっていうのはべらぼうに金持ってるわけですよ、はい、だから今日本全国でいい物件を探し回ってるんで、それでこういう形で勝手に中見ていいですよってことになると案内する必要もないし、でそれでもとにかく中国本土から来てあのボックスで見てもう即決して買うっていうようなことが起こってくるんで、相当な数に上るんじゃないかと思います。なるほどね。家の近くにあれいろんなところにキーボックス吊り下がってたらあんまり気持ちいいもんじゃないですね。木下君いかがでしょう。いや僕も引っ越しするときにああいう感じでちょっと鍵あるんで行ってくださいって言われて僕取ったりするんですけど、うん、そう今から住むかもしれない家の鍵をそんな感じで置いてんねやみたいな、はあはあはあ、ちょっと不安になりますよね。それも不動産屋さんは不動産屋さんがどこどこにありますんでみたいなんで。あ、そうですか。キーボックスありますやったこと。じゃあ不動産屋さん立ち会わないんですね。立ち会わない。へえ。いわゆる内覧ビルためのよ、うんうん、はい、人手不足とかまあねいろんなことがあるんでしょうね。ジュニアさんはどうご覧になりましたか。いや家の近所にあんなあったあんまりこう気持ちよくない、うん、なんか電信柱に住宅のなんかあんな張り紙みたいなでもあんまりねいい気せえへんし、うんうん、なんか4億円とか言ったら電信柱に貼ってるあれの4億円って買う人いんのなんか軽いよな。おうん、ね、最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。